おはようございます。ノンストップ始まりました。本日月曜日、月曜日は浜口さん、坂下さんです。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、それでは参りましょうか。はい、行きましょう。4月26日、今日もノンストップ。今、あるカバー曲を使った動画が SNS でバズっている。桜桜今咲き誇る、刹那に散りゆく定めとして。綺麗な桜動画の BGM に使われているのは、ある有名女性歌手がカバーした森山直太朗さんの桜。14年前にカバーされた曲だが、この春なぜか TikTok 上で突如バズ。しかも日本人だけでなく、アジアを中心とした外国人がこのカバー曲を使った動画を SNS 上に投稿しているのだ。すごく美しい曲、この日本の歌が大好き。そんな TikTok で今注目を浴びている有名女性歌手はこの方。歌手の夏川りみさん。2001年に発売した「涙そうそう」はオリコンに116週連続チャートインし、一躍人気歌手となった。その後2008年から台湾をはじめアジアや南米にまで活動の幅を広げ、日本のみならず世界中に歌声を届けている。また先月には日本の名曲を歌いつなぐ新しいカバーアルバムを発売するなど、精力的に活動している夏川さん。今回のバズライブは、そんな夏川りみさんの素敵な歌声をスタジオ生披露していただきます。桜桜いざ舞い上がる。
とうございます。川口さくらが TikTok でバズっている松川りみさんに本日は来ていただきました。いやいや、すごい、やっぱり綺麗な高音で、この時間からもうね、直太朗君だとファルセットで裏声を使うけど、松川さんはそのまんまこう 自分のね、すごいやっぱり素敵な声です。じりとしました。朝から耳が喜んでいます。さあ、世界中でバズってますけど、この現状ですね、はい、松川さん、どういうふうに思われていますか？いや、最初私全然知らなくて、あのスタッフになんか今 TikTok で桜がすごいことになってるよって話聞いて、で、あのなんでだろうねって話になって、何よりもあの息子がママすごいね、ママすごいそれが一番嬉しかったですね。まあ、この海外の方にもこう、ね、みんなに聞いてもらえるっていうのはまた嬉しいですよね。そうなんですよ。なんかあのベトナムにちょっと、3年ぐらい前に4年3年前ぐらいに行かせていただいて、で桜祭りでやってまして、そこで歌を歌わせてもらってるんですけど、でも桜はそこで歌ってないんですけど、なんかこう上げてる方をなんか見てみるとベトナムの方が多いっていう話も聞いて、はい、ちょっとなんかたまにそういうの海外で何きっかけかわからないけど日本の歌がバーッと広がったりとかっていうのはね、過去にも聞いたことありますけど、そうですね、ね、嬉しいですね。びっくりしました。もともとカバーするきっかけは何だったんでしょうか？あのこの曲は2007年 の, あのカバーアルバムに、あの収録させてもらってるんですけども、やっぱり皆さんからのリクエスト曲を元にして作ったので、だから桜をカバーしてほしいという声が多くて、はい、歌わせてもらってます。あの直太朗君のこの桜ものすごくいい曲で、直太朗君自身もあのまた新しくあの撮り直したりとかしてるのもあるけど、はいはい、これはもう名曲中の名曲ですもんね。ね、卒業といえばとかこのシーズンにぴったりですよね。国際的にバズっている夏川さんですけど、プライベートでは2009年にパーカッショニストの玉木正明さんとご結婚されました。はい、翌年には第一子が誕生しています。あの旦那さんはどういった方でしょうか？あのやっぱりパーカッションの方でムードメーカーという、ま、その方がいるともう本当に周りがみんな明るくなるというような存在で、リズム体なわけですね。そうですね、普段からも人がいるとみんなが明るくなるという感じで、もう家のことも何でもやってくれて、本当にいい旦那さんもらってよかったなって。この写真っていうのはどこかのスタジオ？これあのリハーサルの時にですね、はいはい、もう和太鼓からもういろいろな、そうですね、打楽器だらけで、そうですね、はい、現在10歳になる、あの10歳になる息子さんもいらっしゃいますけども、はい、あの両親がミュージシャンということで、もうすでに音楽に目覚めていたりしたんですね。あのもう3歳ぐらいからやっぱりドラムに興味を持ってるみたいで、それは、ま、もうすぐ近くにあるから、そうですね、もうスティック握って、もう小さい時から泣きながら3歳ぐらいの時はやってたんですけども、今もなんか普通に自分が好きな曲を聴いて、もうなんかこうシミュレーションができちゃうみたいな感じで、もうドラマーとして将来はドラマーになるってもう言ってますね。そうなんだ。うちなんて大食い王になるって言ってますから。かっけーな。私10歳大食い王になるって一番言ってます。バカバカでしょ。浜口さんね、浜口さんのところもね発表されましたけど、はいはい、ね、9月ぐらいですか？9月ぐらいですかね、予定は。なんか何どんなことやってほしいとかあるんですか？うん、やっぱ芸人以外かな。芸人以外。いや、ネタやって子供滑ってるの見たらいいや。辛いよ。でも楽しみですね。お子さんがだってさっきのね、桜もママすごいよ、バズってるよって言ってくれたんですもんね。反応してくれて嬉しかったですね。はい、実は息子さんのカバーアルバムあかりで一曲演奏されて、そうなんですよ。あのカバーアルバムはテーマを家族にして、これ、うわ、これ息子さん、あの旦那さんがパーカッションで参加して、あのドラムを息子に参加してもらって、そうなんです。もうちょっと先になるかなって思ってたんですけど、こんなに早く実現するとは思ってなかったのでちょっとびっくりしました。もうプロの手つきですね。ドラムって本当あのリズムこのね、四肢全てで違う動きをするから、ね、結構あの本当にリズム感が良くないとすごいですね。なんかレコーディング私でもすごく緊張するのに、この話を息子にした時に叩きたいってもう喜んで、でもいいですね、ご家族でこういう風にできるってね。そうですね、
実はですね、今回、夏川さんには内緒で、はい、内緒で旦那様の協力を得て10歳の息子さんに、夏川さんは家ではどんなママなのかいろいろ聞いてきました。まずはですね、こちらを見ていただきたいと思います。早速、ママの好きなところはという質問ですが、息子様からの回答は、仕事の時はちゃんとしているけど遊ぶ時は時間を気にしないで遊ぶところが好きということですね。遊ぶ時はもう、これはもう時間気にしないで一緒になって、もう気にしないで、はい、もう子供も今ゲームとかすごい好きなんですけども、次の日休みとかだと、今日は絶対寝るなよって言って、一緒になって逆に、いいですね、でもそうするとすぐ寝ちゃうんですよ。なるほど、あ、そういうとこが好きだと。はいはい、続いてもう一つ質問があります。こちらですね、逆にママに直してもらいたいことはありますかという質問。はいはい、息子さんから、僕は6時間授業してきてぶつかれてるのに、学校から帰ってきてすぐ宿題をやれ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 というか、少しは息抜きがしたいということですけどね。宿題やれやれと、そうです、なんかやっぱりや先にやったら遊べるよみたいなことも言うんですけど、うん、今6時間やってきたんだよって、そうだなって。あ、もうでも今6時間やってきたんだよって言い返すその言葉も大人っぽいとか面白いとか面白いというか、でも直してもらいたいところで宿題やれやれ言うのやめてくれっていうでも本当に言わなくても やってることが多いので、多分私があんまり言い過ぎなのかなってちょっと反省し、いいですか、いいですね。実は最後に息子さんから一言メッセージをいただいてます。私から読ませていただきます。お母さんへ、お母さんが産んでくれたのでいろいろな楽しいことが経験できているし、これからもたくさんあると思う。産んでくれてありがとう、愛してる。最後のメッセージ、わ、素敵、嬉しいです。もう何すごい、この短時間にちゃんとこっちが言ってほしいようなこと、素晴らしい、直してほしいとこも宿題やれやれとか、ね、ちゃんとポイントついて、産んでくれてありがとう、嬉しいですね。本当にいつも産んでくれてありがとうっていうのは結構言ってくれるんですよ。なんかそれが、あ、嬉しいなって思って、一回も言われたことないんですけど、大食いより俺はなるそれは何度もある。いい子だな、すごい、本当に素直に育ててるんだなって、どうやってるんですか。いや、多分旦那さんの教育がいいんだと思います。旦那さんが全部いろいろ教えてくれてるんだと思います。仲良くてね。さあ、ここからですね、夏川さんの歌声をもう一度皆さんに味わっていただきたいと思います。何を披露してもらうかは視聴者の皆さんの投票で決めていきましょう。お手持ちのリモコンの D ボタンを押してください。テーマはこちらです。さあ、聞きたいのはどちらでしょうか。台湾でも有名、灘草草という方、青のボタンを、もしくは、赤のボタンは最新カバー曲キロロの未来へという方、赤を押してください。そして今日も視聴者投票参加した中から抽選でローソンなど使いますクオカードペイをプレゼントしています。投票結果発表後に表示される QR コードをスマホで読み取っていただいて、パスワードを入力して抽選にご参加ください。応募は1日1回、可能です。ちなみに夏川さん、なぜこの2曲なのか。やっぱり灘草草はですね、いつも言ってるんですけども、この曲に出会わなければ今の私はないさってずっと言ってきたんで、本当に大切な曲というのと、あと未来へは今やっぱり皆さん頑張っていて、苦しいばかりじゃなくて、絶対にもうね、もうすぐ普通の生活が来るよって言って、前を向いていきたいなという気持ちも含めて選びました。はい、どっちも聞きたいな。混ぜて歌うってことは無理ですちょっと難しいですよね、それはね。では皆さんに決めていただきましょう。夏川りみさんの心に染みる歌、聞きたいのはどちらでしょうか。お知らせの後、披露です。さあ、本日のバズライブは桜のカバー曲が TikTok でバズっている夏川りみさんにお越しいただいています。さあ、そこで視聴者の皆様には夏川さんの曲、聞きたいのはどちらでしょうか。投票していただいています。結果が出ます。どっちだろう。こちらになりました。さあ、夏川さんなのか、未来、最新カバー曲未来になりました。やった、まあ、割れましたけど ね両方聞きたい感じがありましたけど、未来が良かった、はい、では早速披露していただきたいと思います。お願いします。最新カバー曲キロロ未来へ、お願いします。歩む道、ほら
時はまだ幼くて意味など知らない、そんな私の手を握り一緒に歩んできた、その優しさを時には嫌がり、離れた母へ素直になれず、ほら足も分からね、もう本当すごい綺麗な声だし、ね、もう前に、ね、進んでゆっくりと歩いていきたい、はい、そういう、ね、気持ちになりました。本当朝から感動しました、もうこんな綺麗な天使の歌声がいたんですね。いやいや見つけました。だいぶ見つけます。素晴らしかったです、はい、ね、朝から最高な贅沢な時間本当にありがとうございました。本日のバズライブは夏川りみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。旦那さんとお子さんにもよろしくお伝えください。ありがとうございました。